増える市場と増えない市場ではどっちが表？という定義的には前者が表。混乱する部分はある。願いが叶わないのはしかし、その表側だったりするわけで。なぜか？というと、表側では女性は売春をする必要がない。体、結果で衝動、欲望？そういうのは行き場を失う部分がある。処理はできる。漫画や映像は貴重。しかし、あくまでも、漫画、だ、現実じゃない。裏側はそんな理不尽に挑んだ時代。それは漫画だ、を、どこまで言い切っていいか？ではある。ずんだ餅を世界標準スイーツに。そんな、理想を夢見る女性の願いは、結論で言えば叶わない。それは漫画のキャラだ、と言い切れるか、それとも。この道を塞ぐ1トンの大岩さえ動かせれば、それは無理だ、それがわからない奴はバカ、と言っていいか。